回の福田あかりの茨城を釣って食べようは、石岡市にあるミッドクリークフィッシングエリアさんでエリアトラウトです。イエーイ。私ね、この釣り得意分野なんで任せてください。まあガツッと釣ってですね、皆さんにお見せしようと思います。よろしくお願いします。ということで朝市はボールポンド、ね、見てくださいこれ、あのポンド凍ってるのあの下に魚が溜まってたらあれ釣れないですよね完全に。あんまりこう魚が見えないので、手前にはちょっと奥めに投げて、ポンドのボトムの下あたりちょっとスプーンで狙ってみたいと思います。スプーンこういうの、朝市鉄板カラーの赤金。サノちゃんがどこにいるんだか。あ、カツン釣った。ピーさん、あそこ。カツン。ああ。バレた。あ、当たりがあったんですけど、食わせられなかった。ちょっと違和感です。ミノにしてみようかな。ここ当てちゃダメ、タックルケースぐちゃぐちゃだから。昨日小魚ちゃん的なやつ、ちょっとこうアクションさせてあげて、こう小魚がビュッビュッと泳いでいるようなダートをさせてあげるとアピールが、なんか逃げ惑ってる小魚を演出みたいな。実は私ちょっとミノーイングが苦手でですね、スプーンの方が今とか当たりがあった。はい、時間も時間なので次の一投で、はい、これでちょっと引いて、そしたらこのポンドは攻略できずですね。そうですね、もう4つあるからね もう一投なんで釣れないんだっけ。あー、ほら触った、あそこで触るんだよ。ほんと当たりがちっちゃいんですよ。コツンってコツンってちょっと触るだけ、ちょっと触るだけって何投するんだって話なんですよ。次はシャローポンドでトライしてみます。シャローっていうことなのでちょっと浅いのかな。シャローポンド1投目ドン。ここもちょっと魚がだいぶ下にいるっぽいので、そこ付近ボトムをスローリトリーブで。そのなんかこう聞こえないように、釣れた？ダメ？って、まあなんかすごい悲しくなっちゃうんだけど次の作戦はクランクを使って一定層を引いてみる。ロット変えましょう。1本は固めで P ラインが入っ巻いてあって、結構当たりが取りやすかったり、かけに行く用の竿なんですけど、ちっちゃい当たりを弾いちゃったりするんですね、硬くて。クランクつけて変えたもう一本の竿は柔らかくて、ナイロンラインが巻いてあります。でラインがナイロンラインなので、こう当たりを感じづらいので、変に早合わせをしなくて済む。竿を変えたからといってこう当たりが当たりがないんだもん。さあうふあ、釣れた。クランクで、竿を柔らかくしてナイロンラインにして、ピン、ピエーでピン、うん、来た、うん、釣れると楽しいよね。この魚みんなヒレが綺麗ですよ、ほら見て、ピンピン。魚の状態がすごい、ヒレがね、すり減ったり傷ついたりしてない。ピンチです。やったやった、ヒッヒッフ。にげちゃん、にげちゃん、にげちゃん、
よっしゃ、これってもしかして入れ食いってやつじゃないの？はい、次はメインポンドです。こんなでっかい60センチのスチールヘッドが入ってるっていうことで、私それを狙いたいと思います。お魚がどこにいるんだかわかんない。よくわからないまま、あと25分やるんだったら、ちょっと上でフライを、違う釣りをやってみるのも絵的には面白いですよね。下手くそだっていう噂。こういつこうなってたんだろう。いやー失敗。フライで釣れた、フライで釣れた、イエーイ、上の池リベンジ成功。しかもちゃんとフライで釣れました。これは何ちゃんかというと、おや、ニジマスでございます。こうヤマメとかブラウンが入ってるって言ったから、ちょっと違う子が釣れたら嬉しいなと思ってたんですけど、ニジマス。でもね、嬉しいよね。とりあえずここさっき何も釣れなくてがっかりして別のとこ行ったとこだったんで、ちゃんとリベンジができました。フライでね。おー、熱い。